大王魚。高級魚や馴染みのある魚の代わりとして使われる魚。とある町のシャッター商店街、しぶとく生き残った寿司屋、昼は定食屋がある。まずい、どうしよう。彼は店主の店長、国籍不明のナイスガイだ。ただいま大きな問題に頭を抱えているところだ。店長はいつも通りの仕込みを始めた。水槽をスワイプして新鮮な魚を調理しよう。ほう、シュパ。ん？今のは？これ、お魚いろいろ出てますけども。実は、まさか、売れば売るほど大赤字。このままでは経営が立ち行かない。ますますダメになる。シャレを聞かせるな。もうダメだ。シースの神様、ごめんなさい。こうなったらこれを使うしかない。やるべきなのはまさにこのタイミング。入れよ、魚卵。魚卵は水槽に入れて少し待つと魚が生まれるというとても不思議なアイテムである。とある人物から入手したものだ。怪しげな卵ボタンをタップして金魚鉢に卵を入れてみよう。これで少し待つと魚が出てくる。お、出てきた。ほい、ヒラメ、ハマチ、うなぎ、マグロ、ガストロ。マグロとして使われる。マグロとは違い鱗がある。へえ、味は淡白だがマグロに似ているようだ。なるほど、右に書かれた魚を食べているつもりでこの魚を食べているかもしれません。へえ、勉強になるな。そろそろできてるか。お、いっぱい。これがガストロの味。とてもマグロに似ている。こりゃたまらんわ、生かしてるわ。田中寿司さんのマグロ、多分これだわ。あの人こういうことやってたのね。マジセコイわ、マジセコイわ。店長はガストロをマグロとして売り出すようだ。これでコスト削減と、一般的には食品偽装と呼ばれるが、店長の運命やいかに。どこもやってんだよ。より強力な魚卵はもっとたくさんの種類の魚が育つ。お金を貯めて買ってみよう。とりあえず今いっぱい出てきたから、これ全部ガストロか。チャラーン、卵、魚卵をレベル2購入。これでもう入れたことになってるのかな。じゃあちょっと待ってみましょうか。お、新しいの出てきたね。ドナルドソン、サーモンとして使われる。へえ、サーモントラウトことドナルドソン。ドナルドソン博士が30年間かけて作り出した魚、1メートル以上に育つ。へえ、サーモンの代わり。へえ、お、新しい魚、カラフトマス。サーモン、つまり鮭の代わりになる。生食は避けるべきだが焼いたらうまい。へえ、これもサーモンの代わりとして使ってるわけね。ん？このカラフトマスは焼いたらもっとうまいんじゃないか。お昼の焼き魚定食はこれにしよう。店長が経営するお店では昼は焼き魚定食やお弁当も提供し、夜も寿司以外にいろいろと調理している。店長の料理の腕が上がると利益がどんどん増えていく。積極的に店長の腕を磨いていこう。積極的に食品偽装をしよう。調理方法を通信教育で学ぼう。調理スキルが上がると1匹あたりの利益が上がるので、どんどん鍛錬しよう。へえ。お、大量大量。調理煮魚。通信教育煮魚が店長の手元に届いた。ゆっくり煮ると臭みが出るので短時間で火を通すと。焼き魚と一緒で短時間がポイントみたい。どんどんレパートリー増えちゃって、この調子なら三つ星レストランも夢じゃないな。ムフフ。
結構項目多いね。最後50万円か。へえ。とりあえずこの卵を新しいやつにしたいな。魚卵レベル3。こっちはレベル4で終わりなのかな。新しいの来たね。なんだ今のは。うなぎの代わりなのか。ん、アナゴ。ほう、うなぎの代わりにアナゴを使うとは昔はよく聞いたものだが、現在ではこの話はここで終わりではない、続く。ほう、よし、じゃあお吸い物購入。通信教育お吸い物。ぶっちゃけインスタントのやつしか作ったことないんだよな。カツオと昆布のだしを作って醤油と塩で味付けと、意外とシンプル。これから寿司屋らしくお吸い物デビューや。こっちの数はまあ限られてるな。魚の数がすごい多いんだよな、図鑑見てみると。お、図鑑に新しいの来た。ノルウェーサバ。北欧で取れるサバで日本のものより美味しいという評判。へえ。ただ国産こそが最高という声に応え、国産と偽られることがあるようだ。へえ。サバー。大将、ちょっといいかい。はい、毎度、ご機嫌いかが。マグロを頼んだはずだが。なんですか、マグロとかがマグロ的なものですよ。これが、マグロだってバレた。いや、お客さん。これが新しい時代のマグロなんですよ。私はマグロが食べたいんだが。これはマグロですって。本物のマグロですって。ああ、どうしようどうしよう。ああ。そうかい。やばいじゃん。これ、やばいやつじゃん。この日、この客はこのまま帰っていった。後に、この客によって店長は人生の岐路に立たされることになる。続く。怖い。もうなんかバッドエンドが見えてんじゃん。よーし、もうレベル4は帰るぜ。これで全部か。新しい魚来たね。カラスガレイ。寿司の縁側として登場する。縁側とだけ書いてあればヒラメだろうがカレイだろうが嘘はない。なるほどね、ヒラメの代わりと。お、貝が出てきたね。今アメリカイタヤ貝、ホタテより小型の貝。なるほど、ホタテの代わりか。アメリカとついているが、中国で養殖されたものが輸入され出回っているようだ。小さいホタテはこれかもしれない。ホタテ。よーし、お金貯まった。次の料理を買いましょう。お弁当からお弁当まで万能の白身フライ。生だと食べられない魚も使えるからフライは最高だぜ。何でもあげたら中身なんて気にしないもんね。よしよし、次は佃煮か。いや、それにしてもどういうのが代用で使われてるかっていうの見れるからちょっと勉強になるな。数多いな。俺わかんの、あのカペリンぐらいだな。シシャモの代わりに使われてる。ただ別に代用魚でも、うん、まあ偽装で書いてあるとちょっとっては思うかもしれんけど、うまけりゃ別にいいかなとは思っちゃうよね。あと体に害がなければとか。安い寿司屋とか、安いね、回転寿司とか大体そういうのばっかりだし、分かった上で別に安くてもうまいと思って食ってるからいいんだって感じだな、とりあえずは。さてさて、どんな代用魚がこの先我々の目に、我々の瞳に飛び込んでくるか。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。